普通に皆さんができて、これからもオリンピックに出場するチームは、この地域からも出るのではないかと嬉しく思っております。多くの方々、選手の養成をされていただければなと思っています。で、私たちがカーリング文化に、そして成長していく、これから未来に向けてですね、まずここからのスタートだと思います。今日この集まっている約200名の方たちと一緒にですね、これからまたスタートしていきたいと思います。そういう意味でですね、カーリングのスタートに当たって、カーリング精神ってよく言われるんですけどね、そのことをちょっとおばさんの方からカーリングのスピリッツ、これ非常に参加にあたって重要ですので、皆さんで共有していきたいと思いますので、よろしくお願いします。できるだけうまく説明できるようにします。カーリングのですね、ルールブックは基本的に非常に薄いものです。その第1ページにカーリング精神っていうのが書かれています。まず、カーリングをする人は自分をちゃんと審判できないといけないということです。で、常識を考えて、ルールに書かれてないルールを自ら率先して守りましょう。それを大切にしたんです。ですから、いろんなルールがあるんですけども、そういう、例えば、勝つときはズルをして勝たない、もし自分が違反を犯したときは、自ら率先して、私、間違いしました、ごめんなさいというふうにあげる。で、相手を敬い、感謝し、実際にその自分たちの技を競うのは、氷の上だけだ、降りればみんな友達、ありがとうございました、挨拶がちゃんとでき、また今度よろしくお願いしますっていう、こういうことが氷の上でも、乗ってない時でもできないといけない、それが、スピリットだと思います。ちょっと付け加えさせていただきますと、先ほど杉山様、それから佐藤さんの方からですね、カーリングの文化の話が出ましたが、実は昨年度より日本協会の方もその協会の何て言いますかね、お考え方って言いますか、私たちは、小さな教会なんですけども、身の丈に合った運営をしてですね、カーリングを通して皆さんが健康を維持できる、あるいはカーリングやってみて健康を増進できる、生涯できる、みんなと交流できる、そういう、スポーツ、そういうカーリングを、提供する、そういう集団になりたいと思いますっていう、そういう、理念で、教会を運営しております。それからもう一つ付け加えさせていただきたいのが、一昨年度から現在の、世界連盟の会長、今回この竣工式、開会式に関しましてはメッセージを送ってくれましたけども、実は冬季の、オリンピック種目を決める、IOC の専門委員会に入ってるんですね。で、もし2018年の、韓国である、オリンピックからごめんなさい、ひょっとするとですね、その、オリンピックから今は男子女子4人制のカーリングの競技しかないんですけども、もう1種目増える可能性があります。それはミックスダブルです。ミックスダブルスは男性と女性と1人ずつのゲームなんですけども、それでその彼女がオリンピックのプログラム委員会に入ってきて、地道な努力をしてくれてますので、例えば4人制の男子女子のゲームだけじゃなしに、シニアの方、あるいはジュニアのゲーム、それから車椅子の方のゲーム、年を取ればこういう球を使っても中腰の姿勢を取らずに投げる、そういうゲームもございます。ですから、いろんな形で、そのカーリングっていうのがこれから発展していく、まあ、そういうことを狙ってるんですけども、それをやる上で元に戻ってしまう、長くなって申し訳ありません。その自分はカーラーとして本当に誇りを持ってこのゲームをやってる、皆さん本当にありがとう、私を楽しんでる、一緒に楽しみましょう、そういう根本なのがカーリングの精神だと思います。どうもありがとうございます。皆さんにまたきちんとした形で杉山茂さんをご紹介したいと思います。杉山さんはですね、J リーグ、皆さん川淵チェアマンご存知だと思います。 J リーグの発足した時のですね、主要のメンバーは川淵さんと杉山さんで立ち上げたというわけですね。で、多分そういうことをご存知じゃない方、今ほとんどだと思いますけども、やはりその川淵さんと一緒に立ち上げたその時のご苦労もあり、その体験があると思うんですけども、その辺のところと、そのカーリングがこれから将来、そういう経験を生かしてですね、そういうような経験を生かして、カーリングがどういう形でいったら、国民的なマイナースポーツではあるけども、ウィンタースポーツですから、マイナースポーツではあるけども、影響力がある、文化になるスポーツとしてなり得るのか、そこらのところを杉山さんに。コメントいただければと思います。せっかくですから初めての話をします。僕が川淵さんと J リーグを立ち上げたと言いますが、そこは実に不純な動機です。川淵さんはむしろの国ではおそらく最後の国になるんでしょうけども、そういうものはないかと思ったのが、川淵さんとの出会いで意義があったわけです。もちろん努力と苦労と涙ならぬ難関を超えるということは川淵さんが圧倒的で、彼が 99% ぐらいやって残りグリオルの J リーグに付き合ったというやつ、僕らを含めてそれは 1% にしか過ぎません。実はそういうことです。で、ただしその時に、プロ掛け主体の川淵さんが一つだけいいことを言ったのは、やっぱりスポーツっていうものはみんなのものだっていうことなんですね。競技者のものだけではない、ましては学校だけのものではない、みんなのものだ。つまり背景は地域だろう、地域のコミュニティに根ざしたものじゃなかったらこれからのスポーツはやっていけないだろうということを彼が言ったんです。J リーグはプロ野球のように企業が嫌いだという言い方をされますけど、決してそうではない。川淵さんも J リーグも企業というものを非常に大事にしています。胸のユニフォームには全部企業が入っていますね。そういうふうに企業を抜きということはないわけです。企業を大事にしながら、企業にとってメリットのあるスポーツの世界、スポーツの組織にしていこうということです。つまりはサッカーというスポーツ、あるいはこれからカーリングというスポーツは企業のためにあるのではなくて、カーリングのためにパートナーシップを組んでくれる企業というものと手を携えてくる行く場合には、全然僕は企業スポーツとしての会員があるので一向に僕は構わないと思っています。 J リーグもまさしくそういうことになりました。そしてそれが従来型の実業団、企業スポーツ、日本のプロ野球のような企業先行型ではないということがお手早されたわけですけども、決してそうではない。企業にとってこのスポーツ、カーリングというスポーツが非常に市場価値があって潜在性があるということは、企業にとって何か利用ができる、活用ができるということだろうと思います。よくスポーツはメディアが大切にするというけど、僕がカーリングを愛好する皆さん、軽井沢の皆さん方は軽井沢がメディアである、カーリングそのものがメディアであるというところまで自分たちの目標を置かれたら、すごく僕は高い志でいろんなものが展開できるんではないかと思います。軽井沢がメディアに乗って一般的になる、カーリングがメディアに乗ってるということではない。カーリングそのもの、軽井沢そのものに素晴らしい媒体力があるんだということは、僕は非常に必要なこれからの姿勢ではないかと思います。さらにこの新しいこのアイスパークは、僕ができることなら J リーグと同じようにこの競技施設というものは運営ではなくて経営というものを考えながらいくことが非常に僕は必要なんだろうと思います。サッカーの殿堂であるウェンブレースタジアムというのは運営と経営を一緒に建設会社とマネージメント会社がもう何年も前に一緒になって作りました。ですからサッカーの聖地と言われますけど、彼らは経営のために独レースを考えてるわけですね。世界の独レースというのはウェンブレースタジアムが始まる。おそらくここで何かやるということであります。カーリングを大事にしながら、やはりここは経営しながらやっていく、それがスポーツ、これからのスポーツだと思います。そしてこれがもしパレスでありキャッスルであれば、そこに入る君主、王様、皆さん方です、愛好者です、そういう意識のもとに僕はやることが必要だろうと思います。J リーグの立ち上げというのはそう美談めいたものでは実はないんですよ。川淵さんというプロじゃなかったらオリンピックってなれないだろうって言ったようなこと、そういうことが起きたことだろうと思います。僕はカーリングをやってました皆さん方も、愛好者が増えれば増えるほど競技者というのは非常に高度なものを求められて、競技者の方たちはそこのプレッシャーというのがあるんだろうと思いますが、いつまでもお二人のアスリートは楽しいスポーツをやってる、カーリングが楽しいから好きだ、終わってみたら楽しくなるっていうことが僕はすごく必要なんだろうと思います。市川さん、ぜひそうやってそっちに行ってください。そういう特性の話がありました。そういう意味でですね、今日はお見えいただいている中で、日立製作所も今、練習機能が広がり、自分でもチーム作ろうというチームを立ち上げています。一言商品会社とか、ビジネスとか、なんかそういう面でアドバイスいただけることがあれば。皆さん、こんばんは、角田です。今杉山さんから、経営とスポーツの話があったんですけれども、まさにビジネスもスポーツも同じようだと思うんですけど、一番時間になることがほとんど常識であるというふうに思っています。そういう意味でですね、僕も実はカーランなんですけど、カーランの方々がカーリングに期待することが非常にたくさんありまして、一つ先ほど小林さんからあったまだマイナースポーツなんですね、日本というのはカーリングであるんですけど、それをぜひメジャーなスポーツに持っていきたい。そのためには今日ですね、アイスパークに初めてお越しいただいてですね、感激しました。一人のカーラーとして、こんな素晴らしいですね、施設を作っていただいて、本当にですね、これを作っていただいた、関係者の皆さんに、心から感謝をしたいと思います。ぜひですね、この施設、アイスパークができたことによってですね、日本の観光人口が倍ぐらい増えちゃったと思います。それぐらいになってもらいたい。それでもっと日本によって、メジャーなスポーツの関係を持っていくということが非常に大事だと思います。それからもう一つはですね、やっぱり質のいい管理というんですかね、施設にかけることなんです。結局最終的に日本が本当にレベルが上がるためには最後は質が問われると思います。ですからこういう非常にいいものができたわけですけども、ぜひ先ほど杉山さん経営とおっしゃいましたけど、しっかりした経営でですね、この日本の国民の間にですね、カーリングがこう定着するようなそういう経営をですね、ぜひやっていただけたらと思います。それから最後はですね、やっぱりスポーツですから、これ勝たないかんわけです。絶対勝たないかんわけですと。今日は最初に選手の方からですね、2人の方がお話しあったと思いますけど、ぜひこのアイスパークをきっかけにですね、本当に日本のカーリングのチームがすごくレベルを上げていただいてですね、オリンピックに出るだけじゃダメだと思うんですけど、出てやっぱりメダルを取らなきゃいけないと私は思ってますので、ぜひ頑張ってですね、日本のレベルを上げることにですね、大きくですね、貢献していただきたいと思います。で、最後にやっぱりこれだけ今日いい時代が200人の伝道師が今日誕生したと思いますね。でその200人の伝道師が全ての会員の興味だけじゃなくて、生活、文化、政治、いろんな意味で含めてですね、これから最後、杉山さんに締めていただきたいんですけども、この人材を私は決して逃したくない。この200名でまた新しい何か日本でカーリングの情報を発信したい、それが15年経った使命と誇りと責任だと思ってます。そういう意味で杉山さん、最後ちょっと締めていただきたいんですけども、この人材をぜひ活かせるようなですね、何かそんなアイデアがあってスタートをこの長堀君の方をこれをしていただきたいと思いますけど、よろしくお願いします。今の小林さんのおっしゃったことは、僕が一番ふさわしい発言者かどうか分かりませんけれども、僕はやっぱり、この軽井沢という地にカーリングはこのように芽生え育ち、そして将来さらに大きくなるという可能性、そして期待がある以上、この軽井沢が大きく言えば世界のカーリングの発信地になるような、そういった行動をしていくことがすごい必要だろうというふうに思います。まあ、カーリングが盛んになるということは、僕は決して、最強のチームが常に軽井沢から出るというようなことはあまり期待したい、そういうことよりもむしろカーリングが好きな街、軽井沢のカーリングのコーチはうまくするよりも好きにすることの方が上手だというコーチの方が僕は素晴らしいんだろうと思います。そういう可能性をまず軽井沢には期待をしたい。そして、これだけのたくさんの方たちがカーリングについて熱心に、話された。一つここで、佐藤さんの言葉をそのまま拝借すれば、カーリング文化というようなものの一つの拠点として、軽井沢を中心として今日お集まりの皆さんの中から、何人かの方にたくさんの方たちに加わっていただいて、軽井沢カーリングカウンシルみたいなようなものを、カーリング会議とでも言いましょうか、ぜひとも協会の皆さんの全面的な方々をしていただきましょうし、独自の行動をするということは、カーリング界の秩序というものを学ぶような長いスポーツだと思いますので、ぜひとも会長にもご参加いただいています。そういったようなものを今日のオープニングの最大の一つのプレゼントといいましょうか、そして作られたらいかがでしょうか。僕が提言するというよりお願いをしたいと思います。それともう一つ、軽井沢は世界で唯一夏のオリンピックの冬のオリンピックの会場地になったという町ですね。パジュース1967年、もし2020年に東京オリンピックが来たら、2018年くらい馬術とカーリングの国際大会を同じ時期に同じくこの軽井沢でなさったかどうか、オリンピックメモリアルですね。冬と夏のスポーツを両方軽井沢発でやる、そういうことができるのは唯一この町だけだろうと思います。そんな期待もしたいと思います。いずれにいたしましても、スポーツ、今日お集まりの皆さんがいつまでもスポーツが好き、そのスポーツの中で一番好きなのがカーリングという街であることをお祈りして、ぜひとも軽井沢カウンシル、軽井沢会議みたいなようなものを小林さんにご足労いただいて作ったらどうかと思いますが、いかがですか。ここの部分はカーリング協会のご支援もいることだろうと思いますが。今杉山さんから提言を受けましてですね、本当にこれからスタートするにいろんな幅の広さをまさにもお願いしてですね、皆さんの賛同をいただいて、今日のお花の方を締めようと思いますけれども、皆さんよろしくお願いいたします。第1回目の10周年記念の時はですね、カーリングルネッサンスという言葉で示させていただきました。今日はですね、これ私が勝手なフレーズを考えました。私がハンバーグって言ったら皆さんグッスマイル、みんな笑顔、これで締めたいと思います。一回皆さんハンバーグ、じゃあ2回グッスマイル、ここに来てください。今度は声高らかにハンバーグ